ファッションマガジンのコスメポリタンが2020年最もセクシーな男性に BTS の不動のセンターであるジョングクを選びました。とても色気があり、完璧なパフォーマンスをファンに届けているジョングク。アイドルのみならず、男性としての色気や魅力も申し分なく、世界中を魅了しています。しかしそんなジョングクはアーミーたちの中で実は女性が苦手ということで有名です。女性に対して消極的な行動を見せている姿もたびたび動画で投稿されているためです。アーミーにも神対応で、自分の見せ方も全て知っているジョングクがなぜ女性に対して緊張してしまうのか、今回はその理由とエピソードを紹介していきます。BTS はある日、Boy in Love ミュージックビデオの LA バージョンを撮影するためアメリカを訪れました。 MV では車に乗って登場するシーンがあり、メンバーたちは余裕な様子でジェスチャーをカメラに向け、かっこいい姿を見せてくれていました。しかしジョングクはどこか緊張している様子だったのです。その原因は女性でした。このミュージックビデオには水着を着た外国人の女性が登場します。とてもセクシーなボディーラインは女性も羨ましくなってしまうほどのプロポーションです。そしてジョングクはその隣に座らなければなりませんでした。他のメンバーはさすがアイドルと言わんばかりの自然な表情を見せてくれていましたが、ジョングクはどうしたらいいかわからないとでも言いたげで、終始困惑した表情を見せていました。挙句の果てには冷や汗をかいてしまい、スタッフに水を求める始末に。緊張して喉が渇いてしまったのでしょう。ジョングクは女性たちにオーマイゴッド、ソーリー、ソーリーと何度も口にし、シャイボーイさを炸裂させていました。撮影が終わるとジョングクはこんなのはもう無理だ、心臓が爆発して死にそうだと語っていたそうです。ジョングクは BTS の中でも最年少のマンネです。このミュージックビデオの撮影当時わずか18歳だったジョングクはこのように困惑しても仕方なかったのかもしれません。BTS はデビューしたばかりの時、握手会を開催しました。その握手会で、あふれんばかりのプレゼントを用意していたジョングクのファンがいたのです。そのファンは、次から次へとジョングクにプレゼントを渡します。いつもはシャイで、あまりリアクションが大きくないジョングクですが、さすがに大量のプレゼントには笑っていました。他のアーミーからそのファンに向けて、ジョングクを笑わせてくれてありがとう、というメッセージが寄せられました。ジョングクが見せた笑顔にアーミーも安心したのでしょう。またジョングクは年上のファンからオッパと呼ばれるととても恥ずかしそうな表情をすることが多いです。そのあまりにも愛らしい表情を見たファンは、ジョングクは妖精ですかと聞くと、人ですとお茶目な返しが来たそうです。このようにシャイながらもファン思いな一面を持つジョングクだからこそ、たくさんの人に愛されているのでしょうね。女性が苦手でシャイな部分がフィーチャーされるジョングク。その理由に迫っていきましょう。ジョングクはわずか15歳でソウルに上京してからずっとメンバーと暮らしてきました。そのため女性と付き合うという経験がないままアイドルになったのだと思われます。そしてもちろんアイドルという職業はデビュー当初はプライベートも全て管理されています。恋愛は禁止されることが多く、些細な噂でもファンを傷つけてしまいます。そのため女性と少しでも接点を持つことが許されないのです。このような環境下に15歳から身を置いたジョングクが女性にどう接していいかわからないのは当然なのではないでしょうか。ジョングクは女性に限らず、もともと人見知りでシャイな性格でした。 BTS 全員でインタビューに答える時もメンバーに隠れて後ろの列に座っていることが多かったです。ジョングクはあまり目立ちたくない様子で、積極的にコメントする場面も少なかったですよね。ダンスも歌も完璧の黄金マンネと呼ばれ、
パフォーマンスの時にはセンターにいることが多いですが、実はとても人見知りで繊細な性格なのです。その人見知り具合は会社の関係者も心配したほど。ある日 BTS の楽屋密着でカメラマンが楽屋に入ってきたことがありました。これに気づいたジョングクはすぐさまカメラのレンズを手で覆って隠してしまいました。自分のすっぴんを見られることが嫌だったそうです。カメラマンはめげることなく追い続けますが、ジョングクも負けじと逃げ回ります。困った表情を見せたジョングクはついに帽子で顔を隠してしまいました。そしてタイミングよく登場したシュガに助けられ、すっぴんを見せることは無事回避できたようです。そんなジョングクは当初とても恥ずかしがり屋でシャイボーイのため、韓国で冷たい男という意味で使われる鉄壁男と呼ばれることもありました。確かにリアクションが少なく、あまり人と接点を持ちたがらないジョングクだったので、そう見えてしまったのかもしれません。しかしそれはとても純粋で人見知りな性格からそのように見られてしまったようです。ジョングクが高校に入学した時、アーミーが目の前に可愛い女の子が現れたらどうすると聞いたことがありました。その時にジョングクは普通に通り過ぎると答えたのだとか。この返答にアーミーはとても安心したそうですね。アイドルとして完璧な回答だと思います。そんなシャイなジョングクですが、実は憧れている女性がいるようです。それは歌手の IU です。 IU は韓国でも大人気のアーティストです。2017年12月2日に開催された2017メロンミュージックアワードで数年ぶりに BTS と IU が共演しました。今年のアルバム賞には IU、 今年のベストソング賞には BTS が選ばれ注目されました。そして今年のアルバム賞として IU の名前が呼ばれると、ジョングクが満遍の笑みと大きな拍手をして祝福したのです。普段はシャイなジョングクのこの反応にはネット上でも当時は大騒ぎでした。今回はジョングクが女性が苦手と言われたシャイなエピソードの数々を紹介していきました。他にもジョングクのシャイなエピソードがあればぜひコメントで教えてくださいね。2013年6月13日、ビッグヒットエンターテインメントからデビューした BTS。 2020年に発表されたダイナマイトはアメリカビルボードで1位、韓国音楽番組では10週連続で1位を獲得しました。現在 K-POP 界のトップともいえる人気グループです。 BTS は世界から常に注目されているため、記者会見を開くと多くの記者たちが駆けつけます。その中でも時には失礼な記者が悪質な質問を投げかけることも少なくありません。しかし BTS は失礼な質問に対してもスターらしい堂々とした受け答えをしていることでも有名です。 BTS が記者に対してどのような対応をとっているのか気になる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は悪質で失礼な記者がした質問と BTS メンバーの対応について詳しくご紹介していきます。世界で活躍する BTS はどんな時でも素晴らしいマナーと誠実な行動がよく取り上げられています。それは失礼な記者に対しても同じです。悪質な質問に対しても礼儀正しい対応を取り話題になりました。2020年に発売されたアルバム B のリリースを記念した記者会見でのこと。アルバム B のコンセプトはタイトル曲にもなった Life Goes On です。これは厳しい状況でも生き抜いていかなければならないという希望のメッセージを込めたものとなっています。 BTS メンバーたちの思いがこもったアルバムのために開かれた記者会見なのですが、ある記者が事務所の収益構造の半分が BTS というのは弱点ですよね、第二の BTS が必要だと思うのですがどう考えていますか、という楽曲とは全く関係のない質問をしました。そんな周りが困惑する質問に対しても
BTS のメンバーはしっかりとした受け答えをしています。ジンは第二の BTS という言い方はもう少し考えなければならないと思うと話しました。後輩グループに対して彼らにしかない道を切り開くはず、先輩として後輩を信じていると明確な立場を示す回答をしました。またジミンは僕たち BTS をよく見てくれているようで嬉しい、よりいい姿をお見せしたいととても謙虚な返答をしました。どんな質問に対してもメンバーそれぞれが自分の考えをしっかりと伝え、誠実さが感じられますね。アルバムマップオブザソウルペルソナの記者懇談会では心ない疑惑について言及を求める記者がいました。それは2016年に発表された楽曲血汗涙の MV の盗作疑惑についてです。この失礼な質問にさすがのメンバーたちも困惑と怒りの表情がうかがえました。このような質問に対しても SUGA は現在会社が討議をしている、僕たちも会社と同じ意見です、結果が出ればわかると思いますと毅然とした態度で記者の質問に答えました。さらにはありがとうございましたと挨拶を加えてマイクを置き、これ以上記者が質問できないように釘を刺すような姿も見られました。また後輩グループが第二の BTS と呼ばれていることについて言及を求められた時には第二の BTS は存在しないと思う、第二の誰々というより違う形で素晴らしいアーティストが生まれることがより素敵なことではないかと話していました。 SUGA の記者に対する冷静ながらも確固たる意思を示す対応はとても清々しく頼もしいですよね。またリーダーの RM は終始メモを取りながら失礼な記者の質問を表情を変えずに冷静に聞いていたのが印象的でした。どんなに失礼な質問にも堂々とした態度で対応する BTS には世界で活躍するスターの貫禄があります。世界で活躍する BTS は海外記者からの質問も多く受けます。 RM は持ち前の語学力を生かし素晴らしい対応をしています。海外記者のファンが集まってきて負傷したことはないですかという質問に対してはファンのせいではなくいつも自分のせいで怪我をする、ファンは私を傷つけないとファンのせいで被害を受けたことはないと断言しました。さらに記憶に残る変なファンはいたかという質問に対しては BTS のファンを変だというような言葉では表現したくないと明確な回答をすることも断りました。さらに彼女の有無について聞かれると私の彼女はアーミーだと答えています。英語でも RM のユーモアある対応力に加えファンに対する敬意と愛情が伝わってきますよね。BTS は芸能関係者からよくトップスターとは思えないほど純粋で人格者であると言われています。そんな BTS ですがとある行動で記者たちから大絶賛を受けていました。それはアルバムマップオブザソウルペルソナのリリースを記念して開かれた記者会見でのこと。会見の途中で新アルバムのタイトル曲ボーイウィズラブでコラボしたアメリカの人気歌手ホールジーからビデオメッセージが流れました。ビデオ内ではホールジーが英語で話しているため映像には韓国語の字幕がつけられていました。会場で映像が流れた途端BTS メンバー全員がすぐさま椅子から降り床にしゃがみ込んだのです。それは記者や会見を見ている視聴者に字幕が見えやすいようにするための配慮からでした。この行動には会見を見ていた視聴者や記者たちが大絶賛したと言われています。メンバーたちのとっさの行動からいつも周りを見て気遣っているのが分かりますよね。今回は BTS に対する悪質で失礼な記者の質問内容やメンバーの神対応についてご紹介しました。記者に対しても敵対せず素晴らしい対応を見せる BTS はさすがです。頼もしいメンバーたちと BTS のさらなる活躍にこれからも目が離せません。他にも
皆さんが知っている BTS の神対応エピソードをぜひコメントで教えてくださいね。2020年ダイナマイトにてビルボートチャートホット100 2週連続1位という快挙を遂げた韓国のスーパーアイドル BTS。 英語圏ではない国の歌手がビルボード100に入るのは非常に難しいこととされていたので、この大快挙は世界に驚きと喜びをもたらし、アーミーたちも大興奮しました。ビルボードホット100の2週連続1位を感謝して、ソウルにある KBS のニュース出演のため BTS の7人が KBS に訪問しました。そこで今回は大きな話題をもたらした BTS の KBS 訪問の様子や、突然目の前に現れた BTS に KBS に勤めているアーミーがどのような対応を取ったかをご紹介していきます。配信を見逃した方も当時見ていた方もこちらで振り返っていきましょう。2020年9月10日の夕方、韓国の人気音楽番組ミュージックバンクなどの公開収録が行われているソウル市ヨイドにある有名テレビ局 KBS に、あの BTS がニュース出演のために訪問するということで一時慌ただしくなりました。当日21時から放送されるニュースの前撮りでしたが、 BTS の7人が KBS の社屋へ到着し、インタビュー室までの移動する姿や録画が終わって帰るまでの様子を生中継、 YouTube でもライブ配信するという極めて異例のものでした。このライブ配信は約2時間行われ、進行役のアナウンサーのほか、アーミーである BTS の評論家と報道局代表も出演して、中継に至った経緯や BTS の魅力を話しながら、メンバーの到着を心待ちにしていました。この日のために KBS のスタッフたちは、たくさんのカメラを各所に準備し、視聴者に見せようと努力したそうです。本来は正面玄関の階段から撮影する予定でしたが、2019年からのコロナの問題もあり、BTS のメンバーが安全にスタジオを移動できる順路へと再行されたそうです。また全職員がマスクを着用し、厳重に迎え入れる準備をしました。職員の中には、見に行ったらダメなの？サインをもらえないの？という声も多かったそうですが、全社員がルールを守るよう徹底されていたのだとか。配信中、アナウンサーは感染対策や安全性の面で絶対に心配することはないと視聴者を安心させました。社会距離規則のために義務付けられたマスク着用、実はこの BTS 出演のために KBS 社はソウル市に許可をもらい、マスクを外してのインタビューが行われたのだそうです。ニュース番組のアンカーが緊張しながら待機し続ける中、ようやく BTS の乗った車が社屋の入り口に到着します。 KBS 社に入ってきた BTS は一人ずつ体温チェック、手の消毒をした後、アンカーに案内されエレベーターに乗り込み控室まで向かいました。休憩を取るために控室に入ると、入り口はすぐに5人ほどの社員でガードされ、メンバーの後をついてきたと思われる人たちは過ぎ去るしかなかったようです。十数メートル先では安全を守るために人が近づけないよう職員が制御している姿も見受けられました。厳重なガードで守られる中、メンバーが控室からスタジオに移動する際には、 RM がお母さん見てると話しかける姿や、 V がテレビに私が出たら本当に嬉しいだろうなと振りをつけながら韓国の童謡テレビジョンを歌うキュートな姿も見られました。本館と新館を結ぶ通路を通りエレベーターに乗り込むと、ジンがカメラに向かって愛嬌たっぷりに視聴者に挨拶をする姿もありましたよね。移動の際、普段社員が勤務しているエリアはパーテーションで区切られ通路となっていました。しかしパーテーションの上からはスマホが次々と現れているのが映っていました。おそらく社員も撮影していたようですね。
ビッグスターである BTS が自分の職場に来るので、一目でも BTS を見たいという気持ちを抑えられなかったのでしょうね。中にはアーミーです。愛してます。と声をかける女子社員までいましたよ。もしあなたが KBS の社員だったら、どのような反応をしますか？スタジオに着いたメンバーは、先に待っていたアンカーに迎えられ、指定の席に着きました。自分たちでマイクをつけ始めたメンバーですが、不慣れなせいかうまくいかず、気を利かせたアンカーが、手伝ってくれますか？とスタッフに指示を出してくれました。いろいろなテレビに出演している BTS。実はなんと、直接報道局を訪れてインタビューを受けるのは初めてだったのだそうです。そのためか、録画が始まるまでの間は、少し緊張した姿が続きました。そしてようやく録画が始まる時点でマスクを外したメンバー、やっとメンバーの元気な笑顔を見ることができたのです。残念なことにニュース出演収録の生中継はここまででした。しかしメンバーのいつもの笑顔を見れたことに、視聴者やアーミーたちも安心したのではないでしょうか。収録が無事に終わると、特製の大きなパネルにメンバーたちはサインを残し、速やかに KBS を後にしました。生中継された映像の最後には、メンバーが乗った車をドローンで見送るという、なんとも本当に異例なライブ配信になったのです。ライブ配信の約20分前には、メンバーの登場を楽しみに待つアーミーが、ライブチャットでたくさんのコメントを書き、にぎわいを見せました。一部のコメントを紹介すると、こんなところまで見せてくれるんだ。ああ、どうにかなりそう、全部が素敵、ボラヘなど、たくさんのコメントで BTS への愛を表現しました。海外からの関心も多く、中には英語や他国の言語でコメントするアーミーもいました。 BTS の出演前からにぎわいを見せていたこのチャットは、生配信の時間が約1時間54分だったのに対し、なんと3時間半も続けられたのだそう。この反響の大きさにはびっくりですよね。ちなみにこの中継は KBS チャンネルの調べによると、約8万2000人が視聴していたそうです。アーミーの評論家も、国内でも史上初のことで、こんなにニュースを待っている人が多いのは事例がないと驚いた様子を伝えていましたよ。このような異例の対応が報道されることは今後もあるのでしょうか。これからも BTS の活動から目が離せませんよね。今回は BTS の7人がニュース番組収録のために KBS に訪問した一部始終と、 KBS に勤めている社員アーミーの抑えきれない対応をお伝えしました。皆さんは自分の職場に BTS が突然やってきたらどうしますか？他にも BTS について知っているエピソードや、まとめてほしいエピソードがありましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。全世界で最高の人気を受けている韓国の K-POP アイドルグループ BTS。 近年ではインターネットが普及し、大好きなアイドルの動画や YouTube をいつでも気軽に見れるようになってきました。その威力なのでしょうか、 K-POP の影響力は想像を超え、全世界で再生回数1位という快挙を次々と塗り替える BTS には注目せざるを得ませんよね。最近ではあちこちで BTS のニュースを見かけることも多々あります。今回は数ある動画の中でも、過去にジョングクがオフの日にした大胆な行動をお知らせしようと思います。韓国でアートや音楽活動をする若者が集まることで有名な街、ホンデ。これは2016年3月6日の夜に起こった出来事です。音楽が響き、おしゃれなショップやカフェが立ち並ぶにぎやかな通りで、コートを羽織り、バッグを持った長身の若い男性が現れます。なんと BTS のメンバーのグクが、信じられないことにたった一人で行動していたのです。その時のグクは、アイドルの必須アイテムであるマスクや帽子などは一切つけず、
一般人と同じような格好で街を歩いていました。グクは一人でカフェに入ってコーヒーを注文し、自分と同じ年齢ほどの若者たちが集まるそばまで近寄る姿を目撃されていました。運よく数人のアーミーはグクに気づき、声をかけて会話をすることに成功。今では考えられないくらいに密着した写真撮影もして、その場を離れるグクを見送りました。偶然グクと出会ったラッキーなアーミーが当時のことを振り返り、後日一緒に撮った写真やその時の様子を SNS にアップしていましたよ。顔を寄せてにっこり笑うグクの笑顔が印象的でした。この日の別の動画ではパフォーマンスをするグループに足を止めて見学するグクの姿も確認できました。歩き回っている途中、2014年2月に発売した BTS ミニアルバムに収録された Boy in Love が聞こえてきたグクは、なんと観客に混じりパフォーマンスを見始めたのです。この前後の出来事ですが、若い人たちがタバコを吸っていたところに出くわしたグクは、笑顔でタバコを吸わないでと声をかけたのだとか。思いがけない出来事に遭遇したアーミーは、人気アイドルのグクがにぎわう街中をあちこち歩き回り、路上ライブを見学する姿を見て、無防備に出歩いて何を考えているんだろうと思っていたようです。この約数ヶ月後に当時グクが何をしていたのかが判明します。2016年5月韓国の人気ラジオ番組二次脱出カルトショーに出演した BTS。 リスナーアーミーから投稿があり、当時のジョングクの様子が話題に上がりました。ホンデでグクと偶然遭遇したリスナーアーミーからの投稿を MC が紹介し、グクに質問を始めます。リスナーアーミーはグクを生で見た感想として、映画のワンシーンのようだった、グクからいい香りがした、グク兄さんを見てドキドキして酔っ払っているのかわからなくてたくさん飲みましたとのこと。ラジオの MC がグクの匂いを嗅ぐジェスチャーをし、それを見たメンバーの J-HOPE が大受けしていました。質問は続き、グク本人が当時の様子を話しました。ホンデにはよく行くの、初めて一人で行きました。ところでなぜパフォーマンスを見てたの、考えを整理しようと言ったんですけど、そのパフォーマンスでは僕たちの歌を3回ほど披露していました。それを見た時どう思いました、すごく不思議でした、嬉しかったし、サプライズで出ればよかったのに、そうしようと思ったけど、でも出たら泣いちゃいそう、泣いたらどうするの、はい、泣くのを我慢しました、でもすごく嬉しかったでしょう、はい、すごく嬉しかったです。このようにまさかのラジオの番組でグクの行動が明らかになりました。投稿したアーミーも自分の投稿が話題になり、さらにその時の状況が思い出されてより嬉しかったことでしょうね。突然街の中に現れたグクは、普段はなかなかできないアーミーとのおしゃべりや写真撮影をして、躊躇せず気さくに声をかけるなど一人の時間を楽しんだようです。当時は数人しか気づかなかったため大騒ぎになることはなかったのですが、あれから数年が経ち、世界的な人気を得た今はこのような大胆な単独行動は考えられないですよね。今回は BTS のグクがホンデの街に突然現れて目撃された時の様子とアーミーへの対応をご紹介しました。皆さんも街中で BTS に遭遇したらどのような対応を取りますか？他にも BTS の目撃エピソードがありましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。2013年6月13日にビッグヒットエンターテインメントからデビューした BTS。 今でこそ世界中から愛される大スターになった彼らですが、デビュー当時は小さい事務所だからどうせ売れないだろうと言われることも多く、実際にデビューから数年間はなかなか売れない日々が続いていました。しかしヒップホップ色の強い曲調からコンセプトを変更したことがきっかけで、
韓国のみならず世界的に人気を集めるようになりました。またメンバー一人一人のスキルの高さや個性的なキャラクターも人気の理由の一つです。7人が揃った時のバランスとパワーが世界中のアーミーの心を掴んで離しません。誰一人として欠かすことのできない BTS のメンバーですが、実は J-HOPE が一度 BTS から脱退をしていたという噂があるって知っていましたか？アーミーとしては J-HOPE のいない BTS なんて絶対考えられないですよね。そこで今回は J-HOPE は一度 BTS から脱退していたという噂について詳しくご紹介いたします。J-HOPE は BTS のリードラッパーとメインダンサーを担当しています。 BTS のパフォーマンスをリードしているダンス番長です。ビッグヒットに入ったのは J-HOPE が通うダンススクールに来ていたビッグヒット関係者の目に留まったことがきっかけです。オーディションを受け2010年12月24日に入所しました。クリスマスイブに入所なんてなんだか事務所との運命を感じてしまいますよね。もともと地元甘樹のストリートダンスチームのメンバーとして活躍していた J-HOPE はデビュー前からプロダンサー並みの実力を持っていたのだとか。ちなみにストリートダンサーとしての名前はスマイルホヤだったそうです。なんとも J-HOPE らしい可愛らしいネーミングですね。センスがあるだけでなく努力家な J-HOPE、 練習生時代も血のにじむような努力でデビューを目指していたそうです。しかし BTS のデビューメンバーを決める際、 J-HOPE は最終的なラインナップから外れてしまいました。事務所から通達を受けた J-HOPE は事務所を辞める決意を固めたそうです。そして自分の口から直接メンバーたちに辞める報告をしました。 K-POP アーティストとしてデビューできるのはほんの一握り。厳しいことは分かっていますが、残酷な現実に涙が出てきそうになります。J-HOPE が事務所を去ることを聞いたメンバーたちはとてもショックを受けてしまいます。特に末っ子ジョングクは悲しさから大号泣、泣きながら J-HOPE を引き止めましたが、 J-HOPE の意志も固くそのまま宿舎を出て行ってしまったそうです。当時の J-HOPE やメンバーの気持ちを考えるとアーミーなら胸が苦しくなってしまいますよね。しかしリーダーの RM はすぐに事務所に直談判をしに行き、グループにとって J-HOPE がどれだけ必要か、 J-HOPE がいないとグループは成り立たないと J-HOPE の重要性を語ったそうです。こうしてメンバーと事務所の引き止めを受け、 J-HOPE は練習生として戻ってくることになりました。もしこの時 J-HOPE が戻ってきてくれなかったら今の BTS はありません。復帰を決意してくれて本当に良かったですよね。 J-HOPE はあるドキュメンタリーで、本当にあの時みんなを信じていたからまたグループに戻るって決めたんだ、長い間一緒に頑張ってきたし何よりもみんながそばにいてくれたからと語っています。 BTS のメンバーたちは練習生時代からすでに固い絆で結ばれていたのですね。個性的な声質とキャッチーなラップで人気の J-HOPE、以前からラップの練習をしていたのかと思いきや、実は練習生時代はずっとボーカルの練習をしていたのだそうです。しかし BTS のラップメンバーが2人では足りないということで、急遽 J-HOPE がラップメンバーに転向することになりました。もともと飲み込みが早いことに加え根っからの努力家なので、 J-HOPE のラップスキルはぐんぐん上がっていったそうです。実力派ラッパーの RM、シュガと比べても引けを取らない J-HOPE のラップ、彼のラップからこれからも目が離せません。ちなみにずっとボーカルの練習をしていたため、ラップラインの中では J-HOPE が一番歌がうまいと言われています。脱退の危機は J-HOPE だけでなくジミンにもあったようです。ドキュメンタリー番組の中で、僕たちはグループを辞めさせられる直前だったよねとジミンが J-HOPE に話すシーンがありました。
実は BTS のデビューのギリギリまでジミンがメンバーに合流するかどうかは決まっていなかったそうです。ジミンはメンバーの中で一番入所したのが遅く、また BTS のコンセプトに合っていないなどの理由からジミンのデビューを反対する人が多かったのだとか。それでも諦めずに寝る間も惜しんで努力し続けた結果、無事に BTS としてデビューすることができました。 BTS のダンスパフォーマンスの要である J-HOPE とジミンがもしかしたらデビューできていなかったかもしれないという事実に驚きですよね。今回はJ-HOPEの脱退の噂についてご紹介しました。練習生時代に脱退の危機がありましたが、メンバーや事務所の説得の甲斐があって結果的に BTS としてデビューすることができました。誰一人として欠かすことのできない BTS、 ずっと今の7人でいてほしいですよね。皆さんも BTS メンバーのエピソードを知っていましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは次の動画もお楽しみに。ボラヘ。